ほんまや。あかんすもんね。あれって来年名古屋。南面とか考えました。あ、何しよっかな。さすがにな、2時になったら動こう。山田健太郎。いやーそれはないんちゃう。だって俺に負ける気せんやろ、練習で。家庭次第やばいや、もっとそれはあるけど確かに一番面白いじゃん。俺は 2.0 を迎えた。あれ俺は山田健、あ、山田健はアメリカの人知ってる。人生5人目の山田健太郎。山田健太郎で5人知ってるわ。知り合いで5人を超えてない。山田健太郎もう見たら分かるやつだ。東北大にも出たし、やだ。香川県になったわ、山田健太郎。いやでもな、今日なんか知り合い、知り合いっていうか肉まがで見た。香川県の棒高跳び選手、山田健太郎っていうのまあまあ、ミスブックに検索かけてる。食べてやじゃないですか。さあ、なんかゴミちょっと置いとっていい？絶対取りに来るから俺。あと岡野が帰ってきた時に、岡野が熱かった今日はとか言うたびに、言わずに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 絶対言うからね。絶対忘れてるから俺これ。1本守って投げたら36を下回ることはもうないと思うんですけど、今回はもう3本ガーッていきました。なるほど。ちょっと喋るな。暑い。実力的にまあ足りないのと、なんかここ1ヶ月ぐらいなんかいろいろつまみをしてる。もっともっと、もっともっとプレゼンを発展していかないと。